ビルボード、トラビスジャパンが DL ソング1位と2位を獲得。キングニュが続く2024年10月30日公開。集計期間、2024年10月21日から10月27日のビルボードジャパンダウンロード。ソング、チャートダウンロードソングスで、トラビスジャパンのクレイジークレイジーが2 784DL を売り上げて、首位デビューを果たした。同曲は、 12月4日リリースのセカンドアルバム V.I.E.S.U.L. からの先行配信曲。10月21日に配信がスタートし、先読み時点集計対象期間2024年10月21日から10月23日でも主位を走行していたが、その後も順調に DL 数を積み上げ、2万 DL を上回る形で DL ソング主位デビューとなった。 続く2位にも同じくアルバムからの先行配信曲として同時リリースされた。フライハイヤーが12、575DL でチャートイン。トラビスジャパンが1位と2位に並ぶ結果となった。3位には10月21日より配信がスタートしたキングニュの最新曲、ネッコが11、954DL を売り上げて初登場。同曲は 10月20日に放送が始まったテレビドラマ海に眠るダイヤモンドの主題歌となっている。4位には、テレビアニメダンダダンのオープニング、テーマであるクリーピーナッツの音のけが8、517DL を売り上げてチャートイン。そして、IMP が12月16日にリリースする両 A 面シングルバムブー道しるべから先行配信曲 バムブーが7、283DL で5位に続いた。その他、ジンの新曲、I'll Be There 6,764DL が6位に、ファンタスティックス From Exile Tribe ゴッドブースト ?6,098DL と 1OK、OK、Rock ディスタピア 6,098DL が同 DL 数で7位に、サクラビワとタイムマシンハツネミク3。 527DL が9位に、それぞれ初登場した。